はい、この動画ではこのクリスマスリースを作っていきます。クリスマスの飾りにぴったりのリース。このリースはとてもシンプルな形で簡単に作ることができます。では早速作っていきましょう。使う折り紙は全部で8枚です。今回はクリスマスらしく赤と緑それぞれ4枚ずつ用意しました。皆さんも工夫してぜひいろいろな色で作ってみてください。まず色の面を上にして三角形に半分に折ります。開きます。上のここの縁を中心の折り目に合わせて折ります。次はこの中心の折り目で下の部分を上に折り上げます。右の斜めの縁を下の縁に合わせて折り下げます。左の縁をここの線に合わせて折ります。今度はこちらの縁をここの線に合わせて折ります。そしたら一度開いてこの折り目で裏側に折り返します。裏側に合わせて折り筋をつけて開いてこの折り目が山折りになるようにしておきます。これで一つのパーツが出来上がりです。残り7枚も同じように折っていきます。はい、これで全部で8つのパーツが出来上がりました。これから組み立てていきます。赤と緑順番に重ねていこうと思います。まず折った時のこのような状態で1つ置いたら2つ目のパーツのこの折り山の部分、ここをここに引っ掛けます。このように引っ掛けてここの縁と縁がぴったり合うような感じで組み合わせます。そしたら下のこの赤の部分のこの出っ張りを緑のこの上にかぶせてきます。このように組み合わせます。そしてこのままどんどんつなげていきますが、
つなげているうちにどんどんぐらぐら動いてしまうので、のり付けをしておきたいと思います。のりを用意して、このように重ねる前に折り目の裏のこの部分、ここに少し軽く糊をつけて、そして今のように組み立てていきます。ここの角を合わせて、折り込んで、下の部分の出っ張りも上にかぶせておきます。はい、このようにして次々と組み合わせていきます。次は赤のパーツを用意して、この裏の部分、ここに軽くのり付けをして、この部分に折り目をかぶせるように合わせて、ここがぴったり合うように重ねたら、下の出っ張りも上にかぶせておきます。はい、この後も同じようにどんどん組み合わせていきます。緑を角と角を合わせて重ねたら、下の出っ張りを上にかぶせます。はい、そして最後のパーツも同じように重ねていきます。最初の赤のパーツのこの裏の部分にのり付けします。そして最後の緑のパーツに角と角をぴったり合わせて重ねます。そして最後の緑のパーツの角を上に出して重ねます。はい、これで全部つながってクリスマスリース完成です。折り紙を8枚使うのでちょっと大変かなと最初は思ったかもしれませんが、一つ一つのパーツの作り方はとても簡単なので、意外とあっという間に簡単に作ることができます。ぜひ皆さんクリスマス前にたくさん作ってお部屋の飾り付けに活用してください。このクリスマスリース作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のグッドボタン押していってください。そしてこのリース作ったら、ぜひコメント欄で報告お待ちしてます。